はい、次は睡眠について、ご質問いただきましたのでお答えしていこうと思います。睡眠について話していくのって結構いろいろ話すことがたくさんあるんですけれども、まず一つだけ今日は、お伝えしていきたいなと思います。一つはですね、夜寝るタイミングであったりとか、寝方とか、あと寝る前の準備とかっていろいろあるんですけれども、それよりも一番大事なことは、朝目覚めた時に自分がどう目覚められるのかっていうところ、これがとっても大事になります。目覚めですね。私もですね、朝の目覚めって結構弱い方なんですけども、これを意図的にですね、良くしていく方法が一個あります。はい。まあ、食事の観点だったりとか、栄養学的なところは今回はちょっと置いときます。あえて置いとくんですけれども、目覚めた時、朝、まあ、例えばアラームがピピピって鳴った時とか、あ、朝だって思って起きた時には、まずですね、すぐ立ち上がってカーテンを開けます。で、太陽の光を浴びて、今日も最高の一日になりましたって言います。はい。今日も最高の一日になりましたって言います。はい。これ結構効果的なんですね。はい。いや、精神論かよって、思われるかもしれないんですけども、精神論です。はい。これはですね、どんな効果があるかというと、まずカーテンを開けて日の光を浴びることによって、まあ、メラトニンっていうホルモンがちゃんと出て、体内の日外リズムでしたっけね、そういったものが整っていくっていうのがまず一つと、最高の一日になりましたって笑顔で言うことによってですね、その日が最高の一日になっちゃいます。はい。朝からですね、いいテンションで、動けていくと、そのままの状態でぎゅーっと一日が進んでいくので、すごく効果的なんですけども、朝のこの状態が悪くなると、また上げて下げて上げて下げてって繰り返しになっちゃうので、もうですね、朝の時のこの起きたタイミングでカーテンを開けて、試しにですね、元気に笑顔で、今日も最高の一日になりましたって言ってあげてください。はい。これ騙されたと思ってやってみてください。これやるだけでですね、結構いい朝、そしていい一日が過ごせるようになっていきます。はい。なりましたっていう、もう過去形断定ですね。はい。これがすごくおすすめです。いや、まあ、めちゃめちゃ精神論なことをですね、ここでお伝えしていくのはどうかと思うんですけれども、まずそこから変えてみる。で、それでなかなか変わらないなら、次はですね、まあ、寝る前になんとかブルーライト当てないだとか、なんとか、お風呂に入るとか、なんかいろいろあるんですけども、それよりもまずこれだけちょっと試してみてください。それでなかなか変わらないっていうことがあれば、また教えていただけると、じゃあ細かくですね、なんかノウハウ的なところをお伝えしていこうと思うんですけども、まず睡眠であったりとか、一日の過ごし方っていうのは結構心の状態であったりとか、メンタル的な部分ってすごく関わりますので、これちょっと試して見ていただければと思ってます。はい。今日の話は以上です。すごく、なんかいつもと違う毛色で話してきましたけども、そんなところも参考にしてください。はい。本日も動画でいただきありがとうございました。